先月17日、豊後水道を震源とする地震が発生。宿毛市では震度6弱の地震から1ヶ月が経ちましたが、高台から見てみるとまだブルーシートがかけられている家が30軒ほど見えます。こちらの住宅は屋根瓦が損壊するなどの被害を受けました。まだ直す予定とかはありますけど、まだ業者さん待ちですね。昨日の強風でもうほぼほぼ飛んでしまって、また瓦礫が落ちてきたりとかはしてますけど、これから先梅雨も来るのですごい心配はしています。余震が続く中で宿毛市民はたまげるもんね、ドキッとするもんね。倒れたらよ、逃げ場なら、ないなるろ、うん、ほんでそれがね心配なわよ、うん。宿毛のこんぴら山として親しまれているこちらの神社は、地震の影響で鳥居の上の部分が崩落しました。現状としては復旧をしてない状況ですね。今度大きな地震があってもですね、なんとか崩れないような今立派な鳥居を作りたいなと考えております。宿毛市によりますと、耐震診断の申し込みが急増していて、この1ヶ月半で53件と昨年度の27件を大きく上回っています。まだその余震もですね、60回70回近い余震が起こっておりますので、引き続きですね、そこをしっかりと気を引き締めて対応していきたいというふうに思っています。